高速道路では午後から U ターンラッシュによる渋滞が見込まれています。午前11時現在、高速道路では東名高速下りで綾瀬バス停付近を先頭に13キロの渋滞となっています。今日は午後から夜にかけ、上りで激しい渋滞になりそうです。午後5時ごろには東北道上川内サービスエリア付近で40キロ、 東名高速大和トンネル付近で30キロ、午後6時ごろには神戸淡路鳴門道の舞湖トンネル付近で35キロの渋滞が予想されています。各高速道路会社は深夜から早朝にかけての利用など混雑が少ない時間帯を選んで渋滞を避けてほしいと呼びかけています。